はい、ではこちらウェブテクノロジーのブースなんですけれども、ウェブテクノロジーのブースからはですね、今見ていただいたクロス PSD for Hybrid Cast という製品をご紹介させていただきます。こちらのクロス PSD for Hybrid Cast という製品はハイブリッドキャスト向けに、作られた製品でして、もともとデザイナーさんからフォトショップで PSD データ形式でデザインを上げられると思うんですけれども、それをハイブリッドキャスト形式の HTML5 に出力するにあたってプログラマーさんの手間を省こうというような目的で作られたツールです。こちらの、クロス PSD の画面なんですけれども、この、ところからですね、ファイルを選んでいただいて開くというところから、デザイナーさんから来た PSD データを選択して開いていただくとですね、それをそのまま読み込んで、こちらの方クロス PSD の方で表示します。その際にですね、こちらなんですけれども、Photoshop データの方のレイヤー構造をそのままに読み込むので、レイヤー階層というのがそのまま保持されるような形で表示されます。そしてプレビューを見ながら編集でき作業できるんですけれども、こちらの例えばですね、ロゴの画像ですね、このロゴの画像を選択するとですね、位置情報とかが出るようになっていて、この位置情報、今までプログラマーさんが手作業で調べたりして設置していたものですとか、そういった部分をボタン一つで出力するような形でできています。またタイトルというこの文字情報の部分ですね、文字情報の部分も基本的に文字情報として情報を持っているほか、シャドウがかかっているんですけども、シャドウの情報も勝手にこちらの方で読み込んでいまして、こちらを勝手に CSS で出力してくれるような状況になっています。ですのでこのツールを使うことによって、今までプログラマーさんが一生懸命書いていたコードの部分ですとか CSS、HTML の部分というのがこのソフトを通すだけですぐに出力できるというところで、手間を大変軽減するというところ、またフォトショップの直しが発生したときに、その直しっていうものをフォトショップ側で直しても、特にその HTML5 に出力するにあたっていちいち細かく直す必要がないというところで、非常にメリットを感じていただける製品になっているかと思います。